ダニエル・デ・フォーは、イギリスの著作家、ジャーナリスト。ロビンソン・クルーソーを書いたことで有名。肖像画本名は、ダニエル・フォー。ロンドンで、ジェームズ・フォーの息子として生まれた。父親は、重視労組の製造に従事しており、非国教会派であった。新京都革命の挫折と王政復古の時代であり、少年・デ・フォーは1665年のペスト、大流行。 翌年の大化を体験したものと推測される。著作活動に入る前に様々な商業活動に従事した。時には拒否を築き、時には破産し、実生活でもロビンソン・クルーソーのように浮き沈みが激しかった。後に貴族的な響きを持つデオ星につけ、ダニエル・デフォーをペンネームとした。これはフォーには敵、反対者。 障害という負の意味があったのを嫌ったためとされ、ダニエル・デフォーのペンネームに落ち着くまで、ダンフォーやダンデフォーと何回かペンネームを変更している。デフォーは有名なパンフレット作者、ジャーナリストとなり、英語での小説が書かれ始めた時期に作家となり、先駆者の一人として知られる。1684年に結婚、翌1685年に起こったモンマスコー。 ジェームズ・スコットの反乱に加わり処罰を免れたのが政治活動の始まりであり、1688年の名誉革命でイングランド・スコットランド国王ウィリアム3世、メアリー2世夫妻が即位した際はロンドンで途中まで出迎え、1691年に風刺詩を出版。1694年にウィリアム3世が単独の君主となってから別れを支持する姿勢を示し、 国策を悟す常備軍論と喫水のイングランド人などの論文でウィリアム3世を擁護した。1703年7月31日、パンフレット作成及び政治的な活動により捉えられさらしなに挙げられた。これは前年の1702年にウィリアム3世が主去国境会派の案が即位して、 将来に不安を感じ、ハイチャーチ及びトーリー等が被告教徒の絶滅を主張していたのを通列に皮肉ったパンフレット、被告教徒撲滅策が主な原因とされている。そこで、サラシダイへの参加を発表、監修はサラシダイにあげられたものへはお物を投げつけるのが習慣だったにもかかわらず、レ方ーに花と飲み物を与えた。これが功を奏し、 トーリー党の幹部ロバート・ハーレーの引き立てで、釈放1704年に、ハーレーの下で、週刊誌、レビューを発行、実質的な政府の広報官として活動することになる。案のインテリジェンスの元締めもしていて、偽名を用いて、スコットランドに潜入し、匿名で政治宣伝文書を書き、聖書の翻訳者、歴史家、放浪者などに扮し、 スコットランドの様々な階層に近づいて、イングランドとの合法の理を解いて回った。彼の努力もあって、スコットランド議会は、合法を決し、1707年に合同法ができて、イングランドとスコットランドが合法して、グレートブリテン王国ができた。1710年に、ハーレーが大倉卿に就任して、政界のトップに立つと、デフォーも徴用されたが、子供のいない、 アンの後継者をめぐり多い継承問題が起こると、ハーレーとデフォーの立場は不安定になり、1713年にデフォーは逮捕され、レビューも廃刊になった。デフォーはハーレーにより再度釈放されるが、翌1714年にアンが死去、ジョージ一世の即位による野党のホイック党が政権を取り、ハーレーが政界を追放されると、ホイック党政権で秘密活動の継続を条件に、 作家活動を続けた。1719年、59歳で、ロビンソン・クルーソーを出版し大成功を収め、翌1720年に、海賊シングルトン、ロビンソン・クルーソー反省力を出版。1722年には、モル・フランダーズ、ペスト、ジャック・タイサを出版。1724年に、ロクサーナを出版した。1730年に突如失踪。 翌1731年にロンドンで亡くなった71歳だったグレートブリテン王国誕生の影の律役者ダニエル・デフォー当時の平均寿命は37歳だったという小説家と一般に認定されるのは1770年代からだというロクサーナは他に山本和平役で世界文学全集十スイフト・デフォーに収録前者は 中野義夫役、ガリバー旅行機、ありがとうございます。